い、スヤガ TV チャンネルです。今日は群馬県の伊勢崎市に来ておりますけれども、伊勢崎市になんとこちらセイロンデカフェさんというスリランカレストランが3ヶ月ぐらい前にできたみたいなんですけれども、という情報でやってまいりました。はい、では早速行ってみましょう。はい、はい、行きますよ。はい、ちょっと大丈夫かなっていう感じですけど、営業してるのかわかりませんけども、こんな感じで結構広いですね。店内は結構広いですけども、ただちょっと照明がついてなかったり、これでも逆にスリランカ感満載ですからね。昼間はあまり照明つけてなかったりするんですけど、スリランカってバーコーナーもあるみたいで、夜はお酒なんかも飲めんじゃないかと思いますけども、はい、じゃあ楽しみにやってまいりましたんで、また出してみたいと思います。はい、はい、では早速注文してみたいと思うんですけども、結構いろいろメニューがあるんですけども、シンハラ語と英語で書いてあるっていうことで、日本語では全く書いておりませんで、今注文してみたいと思います。はい、ね、おこんプランだよ、プランプランプランだよ。ライスンカレー、ライスンカレー、オーケーサー、おうおう、チキンレバー、おう、デビルっていうのね、ヌードルス、オーケー、ヌードルス、オーケー、オーケーサー、オムレット、オムレット、おう、オムレットと、あのみたいな、ロールス、おう、ロールスなんだ。じゃあライス&カリーっていうのはね、ライス&カリーセパレート、セパレート、セパレートね、オッケー。ライス1回パリプ1回ワンボトモージね、ワンボトモージ1回、これマレーピグルっていうの、マレーピグルノーサーないね。じゃあワタカ、ワタカ OK、パンプキン、パンプキン、それでいいか。じゃあカレーはそれとオムレットを頼む、オムレット、ベジタブルオムレット1回。じゃああとロールス、ロールスか、ロールスモナーダ、ツナ、おお、フィッシュね。おお、じゃあ、えかい。えかい。はい、えっちゃれ。あそう。今、頼みましたけども、こちら、シェフは日本語が全く通じないので、英語もしくはシンハラ語で頼まないといけないですね。そして、このメニューがですね、はい、シンハラ語と、うん、英語で書いてるんですね。日本語で書いてなくて、しかもこの値段が、料金が出てないという、一体いくらかかるんだろうっていうね、かなり、普通の日本の方にハードルが高いかもしれませんけども、そしてカレーもですね、ワンプレートじゃなくてセパレートで持ってくるスタイルみたいですね。これはね、スリランカの現地では大体そういう形の方が多いんですね、どっちかっていうと。ということで今頼んでみましたんで、夜はコットゥなどもあるようですけども、メニューの量は豊富なんだけど、これもスリランカでね、ないって言われるものが多いんですね。あれはない、これはないって言われるんだけど、まあこれもスリランカらしい感じで楽しみです。では到着を待ちたいと思います。ほい、お、来ましたね。ご飯、ライスが結構多いな。ライスのカレーがやってまいりました。おかえり、ポークカレー、ナスモージュ、ナモージュ、パリプ、ダレ、サラダ、ワタカ、ワタカを食べましたね。オムレス、とオムレット、オムレットですね。はい、シェフ、パリプモカダ、コラ、コラ、おお、モノヤダコラ、あ、ほうれん草ね、ほうれん草が、確認してまいりましたが、こちらのパリプにはほうれん草が中に入ってみたいですね。いいですね。はい、早速いただいてみたいと思いますが、先にこのオムレットをいただいてみましょうか。スリランカンオムレットですね。野菜が入ってるわけですけども、これを先にいただいてみたいと思います。はい、いただきます。もうちょっと辛くてもいいな。卵の甘さと後からちょっとピリッとはきますけど、もうちょっと辛くてもいいかなという感じですけど、はい、後からしっかり辛くなってくる。これライスなんだろう、ライスもかんだバスマティ、バスマティライスだそうです。そしてモージュ、ナスモージュですね。うまそうだな、うん、カラピンチャー入ったんですね。パリップ、パリップはほうれん草が入ってるということで、おー、ニンニクとかも入ってる感じですね。いろいろ入ってる感じ。はい、はい、パンプキンカレー、ワタカカリーですね。
タカカリーを頼んでみました。こちらはポークカリーを頼んでみました。まあこれは普通のありがちなサラダですね。冬なんかではあまりこういう感じでは食べないんですけどね、本当は。はい、盛りましたんで早速いただいてみたいと思いますけども、こんな感じで。では早速バリップチェックからいきます。バリップチェック。はい、うん、優しい感じですね、本当に。うん、ガーリックとか多分なんかいろいろ入ってますね。でほうれん草が入ってる。ではワンボトモージュ、ナス、ナスですね。はい、ウンバラガダが入ってましたけど、ちょっとこちら甘いっていうよりもちょっと辛いぐらいの感じですかね。辛いぐらいのモージュですね。ちょっと甘辛い、辛いのが強い味付け。はい、そしてじゃあポークをいただいてみましょう。ポークカリー、うん、辛いね、辛い、結構辛い。このポークカレーはペッパーも入ってるかな。結構辛いですけど美味しい。はい、そしてサラダは普通のサラダですね。うん、美味しい。でライスはバスマティということです。はい、うん、いいですね。はい、そしてちょっとロールスを頼んでみましたんで、はい、ロールス、どうでしょう。これはツナって言ってましたんで魚ですけど、はい、うん、そうね、確かにツナとポテトで、うん、まあ普通のロールスです。はい、うん、全体的にまとまってる感じではありますね。結構ナスモージュがちょっとピリッと辛い感じのナスモージュでございました。ということで混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。はい、はい、いただき終わりましてごちそうさまでした。結構辛かったですね。結構本場な感じがしましたけど、多分スリランカの方向けのレストランじゃないかなと思いますけどね。メニューもですね、日本語はなかったりとかですね、シェフさんも日本語が喋れなかったりするんで、普通の日本の方はちょっとハードルは高いと思うんですけども、まあその分スリランカ感が満載なお店で、こういう感じでセイロン D カフェさんですけども、現地もねこういう感じの看板とかねよくはありがちなんですけども、スリランカ人の方のね誕生日パーティーとかもやっているということなんで、そしてこの照明の薄暗さ加減もですね、非常にスリランカ感満載で良かったと思います。ぜひお近くの皆さん来てみてください。今日は群馬県伊勢崎市の東武線の新伊勢崎駅から徒歩大体10分ぐらいのところにありますセイロン D カフェさんからお届けしました。はい、ありがとうございました。はい。